オリサバはメキシコのベラクルス州中部にある観光、保養都市である。標高およそ1280メートル。人口は117,289人で、面積は2 7 9 7トルである。首都メキシコシティの東南東およそ220から2 3 0トルの地点及びメキシコ最高峰のオリサバ3の南東に位置する。 メキシコ高原の南東端の東斜面の谷にあたる、オリサバは16世紀にスペイン人によって建設された。それまではアステ家族が軍事拠点の場所としていた。乾燥した高原とコーンタウの熱帯低地の間に、あるオリサバは暖かく穏やかな気候である。ただし、 メキシコでは最も雨の多い地帯に属する。雨が多いため、山の雪解け水や雨による良質な水を利用したビール工場や製紙工場などがある。現在は商工業の中心地となっており、宝石などの工場が多い。タバコやトウモロコシ、砂糖キビや穀物などの生産が盛ん。植民地時代にはタバコや織物の生産で繁栄している。 ベラクルスコーとメキシコシティを結ぶ幹線道路、鉄道が通るオリサバは植民地時代から交通の用地として戦略されて発展し、現在も交通の用地としての役割は続いている。ABCDEFGH、オリサバからコトバンク、ノーマルズクライマトロジカス1981-2000。 セルビシオメテオロジコナシオーナル2016年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年2月13日閲覧ありがとうございます。